かってるとは思うけど、一緒に住んでるなんて学校で絶対に誰にも言うなよ。分かってます。声かけるのもやめてくれ。かけませんよって絶対。それから俺の半径2メートル以内には近づくな。分かった、分かりました。1メートル、2メートル、これぐらい離れてればいいんでしょ。離れたわよ。さあどうぞ行ってください。1メートル、2メートル、そしてこれは口。うりゃー、お前ほんとバカだな。バカで悪かったよね。だから、それ以上近づくな。ありがとう、リエ君。リエ君のおかげで。返せよ、例のやつ。あれね。はい。バカだけど根性はあるな。宿題だ、夜までにやっとけ。じゃあいい。あ、やります、やります。では下はこっちだよ。走り方までバカ。通り出て行きます。今までいろいろありがとう。じゃあ、おい、お前が頑張ったことは認めてやるよ。じゃあな。入江君。なんだよ。もっと頑張ったらもっと認めてくれる。今はバカにされたって嫌われてたって、頑張ってればいつかは見直してくれるよね。それまでここにいたい、ここで頑張りたいの。何言ってんの。お願い、今回だけは見逃して。お前さ、約束します。今度から絶対ちゃんと約束守るから、ね、お願い。知らないって言ったよね。私は知ってる。入江君、時々すっごく意地悪なこと言うけど本当に意地悪なんじゃない。
ったかいもの持ってるのにわざと隠してる。大人の顔してるけどちょっと子供のとこもあって照れやで。うるさいんだよ。そんな入江君が好きだった。でも今日みたいな入江君は嫌。私のことはどんなにバカにされてもいい。だけどお父ちゃんやおじさんやおばさんをバカにする入江君は嫌い。入江君を嫌いになるのなんか簡単なんだから。入江君なんか大嫌いになってやる。嫌いになれるんだな。なれるわよ。嫌いになれるならなってみろ。